エリとのエピソードはなんかもうありすぎてどれをピックアップしていいかわからないんですよね。この8年間、約8年間ずっとエリといたので、なんかエピソード言ってって言われればたくさん話せるけど、逆に浮いて出てこないから、なんかどれが何だっけっていうぐらいたくさんあって、たくさんお世話になったし、たくさんお世話もしてあげたなって ひしひし思うんですけど、そうですね。でもなんか最近よくメールするかな。なんか昔もまあしょっちゅうメールはしてたんですけど、最近よくエリって早寝なんですけど、最近結構夜中とかになんか意味のわからないメールが送られてきて、意味のわからないメールは今までもたくさんあったんですけど、なんか意味のわからないその奥に何かがある気がしちゃって、なんか最近あ、深なん読みかしすエリからぎ。メール来ると嬉しさの反面、なんかちょっと怖いというか、怖いとは違うけど、こういう時期なんだなっていうのを最近ちょっと感じちゃいますね。あとなんか最近海外に行くこととかあって、フランスとか中国とか、そういう時とか、なんか今までは別々の部屋で寝てたりとかしてて、それでも全然エリも怖いとか言ってなかったんですけど、最近怖いから左右の部屋行くって急に言い出して、多分きっと寂しいんだろうなって、なんかそれは、最近なんかエリの中でのなんか変化が見えるというか、まあ、すごい上から目線ですけど、すごいなんかエリの中で何かが変化が起こってんだなって思いました。はい。でもエリは基本すごい熱い、熱すぎるよ君は なんかね、言うならばルーキーズって感じですね すっごい熱いんですよね、気持ちの部分が。だからすごい妥協とか許さないし、全てのことに真正面にぶつかってってるなって思うし、セミにもぶつかってきてくれるから、すごいなんか、あ、人生を生きてるんだなこの人っていうのをエリーには一番感じますね。モーニング娘。の中でもそうだし、さゆみの人生で出会った中で、一番熱いし、さゆみにも熱く、一緒に遊んでくれるし、叱ってもくれるし、なんか本当になんかいい相手だな、相方だなって思います。はい。笑いしか出なかったけど、左右か でもエリも左右と一緒だな。本当にずっと一緒にいるから、いつこんな仲良くなったんだろうって思うくらい、ずっと一緒にいるんですよね。でもその中でも一緒にいない時期ももちろんあったんです。あったりなかったりっていうのが、たまにあった。やっぱ毎日ずっと一緒にいるから、一緒にいたくないわけじゃないんだけど、一緒にいるのが当たり前、なんかちょっとカップルみたいで気持ち悪いけど、一緒にいるのが当たり前になりすぎて、会話がなくてもいいじゃんみたいな、そういうふうになりすぎちゃって、会話をしなくなっちゃって、ちょっと2人が離れた時期がありました。でもなんかそれがすごく気持ち悪くて不自然で、まあ意味わかんないメールを送ってコミュニケーションを取ったりとか、そういうことをして、まあ8年間ここまでやってきたんですけど、左右には本当に感謝してます。やっぱ8年間やってたらいろいろあるじゃないですか。もうみんなそれぞれがそれぞれの悩みを抱えて毎日頑張ってるから、もちろん私にもそれなりの悩みがたくさんあって、それで、まあ、今回の卒業の件もそうですけど、いろんな深い悩みを左右にしてきたので、でなんか左右も普段はテレビのキャラとかですごい上から目線だったり、毒舌キャラだったりナルシストだったりするんですけど、実は本当はちょっと自信がなかったり、言っちゃった言葉に対して大丈夫かな大丈夫かなってずっと言ってたりとか、そういう子なので、すごい優しい子で、まあ、ファンの方は皆さん分かってると思うんですけど。なんでそういう子がくれる言葉って、一生懸命言葉を選んでるんですよ。それがすごい分かるんですね。なんかぐちゃぐちゃなんですよ文章とかが。でも一生懸命エイの相談に乗ってくれて、アドバイスというか同じ気持ちになってくれる、共感してくれる
そういうこうお家にいても一緒に仕事場にいなくてもそういう連絡を常に取れてた子なので、きっとまあ卒業してからも社員家に多分出入りするんだろうなっていう。エリエエリエってなんかウケるね。エリエまあいいか、エリエ。そうですね、なんか改めて言うとよくわかんないんで、昔はよく手紙とか書いてて、あと交換日記とかエリとしてたんですけど、いつの間にかエリのところで止まってるので、あの交換日記は一体どこへ行ったんだろう。まあエリも多分なくしてると思うんですけど、あ、まあちょっとエリへメッセージということで、これね今あれですよ、ファッショナブルの、あのイベントと、あの打ち上げ会の合間に撮ってるんですけど、多分亀井さんはアサミアキアキメンバーのオーディションのコメントを取ってくるって言って来たんですね。だからジュンジュン、リンリン、エリには秘密なんですよ、このコメント取ってること。でアサミ8年間エリには本当に隠し事とか秘密にしたことってマジでリアルにないんですよ。なので8年間で初めてエリに嘘つきましたね。あ、ちょっと窮気なコメント取ってくるってドキドキしましたもん。せーのって言いましたもん、自分の中で。だからね、エリには初めて今日嘘ついたの。てかでもここはあの嘘つかなきゃと思ったね、エリのためにも。だから頑張ってよ、セミは。エリの知らないところでセミ頑張ってんだから、実は。でも本当になんかこの8年は結構さゆえりとしていっぱい活動してきたし、お仕事ももちろんだけどプライベートも本当によく遊んで、なんか気の合う2人だなって思うし、なんですかね、自然と何がきっかけっていうわけでもなく、サミたちはこうね一緒に仲良くなって、いつも本当に多分周りのメンバーは引くぐらいちょっと怪しい関係なんじゃないっていうぐらい仲が良かったんですけど、なんかそう、まあ卒業が決まってからはよりサミたち、仲良くなったなって思うんですね。仲良くっていうか、こう多分口には出さないけど、どこかでこう、あ、もうすぐなんかどっかで数えちゃうんですよ。あ、もうちょっとだなとか、なんかそうですね、あ、ここの楽屋にエリがいなくなるんだとか、あ、このダンスレッスンにエリがいないんだとか、え、このイベントにエリがいなかったらさゆみどこでどう喋ろうとか、なんか基本エリがいてのさゆみだったから、全てにおいて楽屋の席とかもエリがどこに座ったらさゆみはそこに座るとかだったから、なんかいなくなるっていうか卒業するって思うと、あ、そういう風に自分の行動をなんか、あ、この子がエリがこっちに行ったからさゆみついていくとか、そういう風にできないんだ、できないっていうか当たり前だけど、だから自分をしっかり持たなきゃこれからはやっていけないんだなっていうのを、すごい最近エリがいなかったらっていうのを想像すると感じるんですけど、でもさゆみはそれを心配するようになったのは本当に最近で、でもエリは結構卒業が決まってすぐぐらいに、普通なら なんて言うんですかね、普通なら自分のこれからの心配とか不安とかすごいあると思うんですね。なんですけど、すごいエリはその時に言ったのは、さゆみの心配をしてくれてたんですよ。それがすごい、なんですかね、なんか最後の最後までなんか助けられっぱなしだなって思って、だから今ちょっとこのコメント取ってる時は8月の終わりぐらいなので、残暑が残ってる中なので、あと 1,2,3 ヶ月あるから、まあ、多分何かをあのエリにしてあげたいって思うんですけど、多分きっと何もできないし、きっと結局エリに助けられちゃうことばっかりだと思うんですけど、最後の最後までそうですね、お世話してほしいし、サイもあのそういうなんか気持ちの面とかでは本当にお世話されっぱなしなんですけど、ちゃんと整理整頓とかはその分してあげるので、まあ、そこでお互い支え合うっていうか助け合っていきたいと思うし、さゆみはエリがモーニング娘。卒業してからも大丈夫だと思います。だからそうですね、そんな心配しないでください。
そうです。でもなんか森口さんに卒業してからエリがね1週間後とか1ヶ月後とかたまに会ってなんかすごいお互いの話こうバーッとかするじゃん。その時にあすごいなんか最後大人になったねとか言われたいなんかそういう、うん、早くなんかそうやってエリなしでも生きていけるようにさゆみ頑張るねはい、なので夜中のメールも待ってますはい、バイバイ、 See you、 Loving you forever これもでもエリから来たメールなんですよ。誕生日の時にお誕生日おめでとう、 Loving you forever だけで来て短っと思ったんですけど、その短い中に愛を感じたよ。そうありがとう。どうっていいか絶対分かんなかったんだよ。ウケる。いや、どこでもどこでも道重さゆみですね、やっぱり。どうしよう。あれでもどうしよう。っていうかなんかさ、だって今のコメントだけ聞くとですよ、エリに依存しすぎじゃない？こんな依存してないでしょ。このコメントだけ見るとエリなしでは生きていけないみたいなコメントだけど、この人一人でも大丈夫ですよ。だってエリが基本的に一人で入れないタイプの子で、さゆが一人で入れちゃうタイプなだけなんですよ。で、入れない子と入れる子がたまたま仲良くなったから、その入れない子がなんかこう駆け寄るっていう仕組みになっちゃうだけだから、入れない子があのいなくなったら多分この人はもう全然大丈夫だと思う本当面白いですね、この今のメッセージ。いや、道重さんですね、やっぱり。でもやっぱ嬉しい、うん、同期は、うん、出てきかったのこの後にえ、なんで来たの？え、どういうこと？何？え、呼ばれたの？うん、来た、行くって言われたから行くって言って、すごい、超嬉しい、エリー。それだけだよ、本当にそれだけスタッフさんに書いたんだけど超嬉しいじゃん。あ、行くのって言われて、え、行くよみたいな。でもあれでしょ、もう次すぐ行くんでしょ。そうそうそう最後までは付き合えないけど、ごめんね。そうだね、うん、いや、嬉しかったな。そうそう、なんかちょっとなんかどっかなんかマクドナルド寄るぐらいの勢いだよあ、行きますみたいな、ね、どうしたんだよね、エリーね。え、うん、マクドナルドみたいな、どうしようとか言ってたじゃん、うん、ラビンフォーエバーやりないね。あ、違う、マックみたいな存在だね。わかったわかった、なんか週一食べたいみたいな。わかった、そういうことだけいいんだよ、ね、違うよ、愛に来ただけなんかなんて言うんだろう、味を占めちゃったらたまになんかすごい、わ、すごい無性になんか食べたくなるみたいな、なんか会いたくなるっていうエリに対しては、わかる？わかるわかる、が今だったんだ。そう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 、今この瞬間、え、行きますってなったんだよ。なるほどね。うん、道重さん、見てる？まあなんだろう、いろんな意味でいつもさゆに驚かされっぱなしで、今もすごい驚いたんですけどあの本当にさゆんちはいい穴場だと思ってるので道重さんがちょっと行き詰まった時は私がコンビニでいろんなものを買ってさゆんちにお届けに行くから、うん、その時はまた楽しくやろうぜね。そうしよう、うん、ここにいるよ、ここにいるね。そうしよう、行くから、うん、来た来た、いつでも、うん、だからあのエリなしではさゆみ頑張れないとか言ってないよ。そんなこと言ってたから。え、そこまでじゃないよ。言ってました。そう、本当に。だからエリなんか本当にエリがこう立ってて、さゆがこうやって亀井様亀井様ってて絵が見えたの、本当に見えましたよねということでまた行くねだって近いんだもんやりづらい、これ無理でしょ同期なだけに同期なだけにね
8年間お世話になりました。これからもよろしくね。うん、え、朝知ってた来ること。知らなかった。本当にさっき決まったんだもん。そう。本当に。ちょっと受けんな。移動する車らへんくらいから。へー。やるね。時間空くけどどっか寄るみたいな。うん。じゃあ、引き続き頑張れよ。はい、帰ってもらっていいかな。帰ってもらっていいかな。いい腹ごしらえできたわ。なんかすごいね。ん？特別ゲストみたいになってるけど。本当だよね。こっちだよ、メイン。ありがとう、うん、じゃあ ね、 ねバイ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 。え、ティッシュいらない、いらない、この湿ってるの、湿ってるティッシュいらないんですけど、バイバイ、頑張ってね、イエーイ、登場も最後もイエーイ。お続きおめでとう。ありがとう。なんて言っていいかが本当に分からなくて、さすがの話を聞いた時も、エリが悩んでる時も、本当にザイミは何もできなくて、なのにエリは。さゆみの存在が心強いって言ってくれて本当に嬉しかったです。卒業のライブもエリのために、3人のために絶対成功させようって思ったんですけど、途中で実は足をつりました。今日でもね、いつも通りだね。そう、エリが昨日メールで一生懸命歌いたいって、最後に歌えないのは悔しいって言ってて、その言葉を聞いた上で春ビューティフルエブリデイを見た時に本当に立派だなって思いました。いつの間に最愛でやってたのに先を行くようになったんだろうってすごいと思いました。ありがとう。本当になんて言っていいか分かんないの。本当にもう珍しくまとまってないね。そうなんです、いつもエリに言ってるのにね。うん、大好き。え、大好き大好きです